こんばんは、HOV ゆうじろうです。本日はメインの方で1本上げて、もうそれで終わりにするつもりだったんですね。で、メインの方でちょっとお話をした、その80年代アイドルがどうこうとかって、まあほんのちらっとだけ触れたんですけれども、動画を作り終わって、なんかその当時のアイドルの人たちの歌を聴きたくなったんですよ。で、YouTube ってまあ便利じゃないですか。そういう過去のね、懐かしい映像みたいなのを検索すればすぐ見れたりしますよね。で、なんか聞きたいなと思って、まあ、じゃあ誰って言ったらまず一番に思い浮かぶのはやっぱり80年代アイドルの金字塔といえば松田聖子さん。まあもちろんね、それぞれこうお好きな方がこう私は誰ちゃんみたいなのあるとは思うんですけど、あの当時音楽をやってるその私の周りの連中も松田聖子さんの音楽性、これはそのアイドルが好きとかそういうことではなく、まあアーティストっていうとちょっと違うとは思うんですけど、松田聖子さんの歌う楽曲の良さで詩がいいとか、私はね詩のことってあんまり分かんないんですよね。自分でもかつて書いたりはしてますけど、あんまり誰か人の詩を読んで聞いて、あ、この詩いいなっていうふうには思わないんですね。やっぱ曲の方、もしくはその編曲、楽器の使い方とかそのアンサンブルの構成とか、そういうのにはものすごいこう関心を持ってしまうんですけど、松田聖子さんの楽曲でいうと、もちろんその歌詞がすごくいいっていう人もいっぱいいましたけど、私みたいなその音派の人間だとやっぱメロディーセンスであったりとかアレンジのセンスであったりとかね、やっぱりその歌唱力がずば抜けて高いっていうふうに思っていましたよね。で YouTube で、まあ、松田聖子と入力して、まあ、いろいろ出てくるじゃないですか。でその中で「裸足の季節」あれはがデビュー曲でしたっけかね。夜のヒットスタジオの映像が出てきたんですよ。でその中で曲を初めてテレビで紹介するっていうふうに言っていたんですが、それを聞いて唖然としましたね。まあ、ものすごい久しぶり、もう何十年ぶりかっていうぐらいに聞いたかと思いますけど、ね、もちろん、現役当時の松田聖子さんのテレビも見てたし、レコードも何枚か買ったし、すごいなっていうふうには思ってましたけど、改めて聞いたら、その化け物とかって言っちゃうとあれ引っかかるのかな。まあでもそのぐらいもう超絶なうまさだなと思って、本当唖然としましたね。何がっていうと、それね細かい話になっちゃうんですけど、これいずれちゃんと声分析、最近もう声分析って別にやめたわけじゃなくって、なんだかんだ他のことばっかりで動画上げてるんで、前はねそういう声分析とかっていうのをメインで上げて YouTube に上げていたくらいなので、決してやめたわけではないですけど、改めて声分析で松田聖子さんの声分析やってみようかなっていうふうに思いましたね。単純に言うとどこから声が出ているかわからないんですよ。普通はね、特に下手な人ほどわかるんです。口先であるとか、今喉を閉めているとか、どこがどういう風になって今声を出しているって、その仕組みっていうのはわかるんですけど、上手い人ほどわかりにくくなるんですね。その理由は体の内部から出しているからなんです。別に歌の下手な人が体の外部から声を出すってありえないですから、外部だから末端から出しているっていうやつですね。例えば何かの動き、スポーツでも何でもその小手先でやっているとかよく言うじゃないですか。でそれ決して褒め言葉ではないでしょ。こう野球なんかでも体の軸を使ってじゃなく、こう手打ち、もう手先だけでみたいな、そういう手打ちとかは決して褒め言葉ではないですし、お仕事でも何でも小手先でやってる、これは決して褒め言葉じゃないじゃないですか。で一般的に発声で言うとまあ初心者というかレベルが高くない人っていうのは口先、唇、その喉というふうにして体の末端の方を使って声を出している、もしくは屈筋優位と言いますけれど、人間ってご存知の通り屈筋と伸筋ってあるじゃないですか、まあ、筋肉の種類で、ちなみに筋肉の動きで言うと、筋肉の動きを大まかに言って縮める、伸ばす、保持する、この3つに分かれるんですね。で、人間っていうのは筋肉を縮める方が早くできるんです。例えばそのダイエットなんかでもチキンとか側筋、もしくはインナーマッスル、アウターマッスルとか、そんなの聞いたことある方いらっしゃると思うんですけれども、要するに人間っていうのは踏ん張る、力むっていう方が早くできるので、だからそっちに頼ってしまうっていうのがあるんですよ。なので屈筋を使いやすい、頑張って何かをしやすい、発声も頑張って出しやすいというのがあるんですね。そういう人ほど体の末端の方で発声のポイントを持ってくるんですよ。で、人間の場合はその身体意識っていうのがあって、自分の体でも意識しやすいところ、意識できにくいところというのがあります。もう単純で言うと、目で見えるところと神経がたくさん通ってるところは意識しやすいんですけど、目が届かない、例えば体の前側よりも後ろ側の方が意識を持ちにくいわけです。で、神経が多く通ってる指先とかは意識しやすいですけれど、背中であるとか腰であるとかお尻の筋肉、まあ大臀筋とかありますが、あとハムストリングスか、ああいったそのもも裏ですね。発声をするときに、例えばハムストリングスもしっかり意識するとかっていうのはできる人はなかなかいないですが、上手い人っていうのはそういうところだったり、膝の関節、その関節一角か、今自分の膝がどういう角度になっているとかっていうのも感じ取れる人は感じ取れます。陸上選手なんかはやっぱりその関節一角、膝のその感覚っていうのは非常に重要になってきたり、あとは足首とかね、いろいろあるんですけれども、今言いたいのはそういう末端で声を出してる人っていうのは、こっちが聞いても今ここを使ってるっていうのは分かりやすいんですけど、体の内部、深部に行くほどにちょっと分かりにくくなっていく。で、その松田聖子さんの声の出し方でいうと、非常に体の中の方から、奥の方から出しているっていうのが分かるんですね。ただそれが具体的にどこなのかっていうと、もうその説明はかなりまた長くなってしまうので、それはそれでその声分析として一本動画を作ろうかなっていうふうに思ったくらい、非常に複雑だし、レベルの高い発声っていうのを考える上で興味深いポイントはたくさんありましたね。で、デビューが何歳だかわかんないですけど、多分10代であれができるっていうのは、ものすごいやっぱ才能の持ち主だなって改めて思いましたね。でですね、先ほどその何十年かぶりっていうくらいに、松田聖子さんの若い時の歌声を聞いて唖然としたと言いましたけど、これすごく似た感覚っていうのが前にもあって、それはピアニストで藤子ヘミングウェイっていう方がいらっしゃるんですよ。まあすごく有名な方なんでご存知の方も多いかと思いますけれど。私が初めて藤子ヘミングウェイの演奏を聴いた時、もう鳥肌が立ったのと、やっぱり愕然としたんですよ。音が全く違うっていうか、人間でそんな音出せるのかっていうふうに思ったんですね。それは藤子ヘミングウェイの場合は一音一音もすごいいいんですけど、それよりも音の粒がものすごく綺麗に揃ってるんですよね。機械的に例えばコンプレッサーをかけるとか、いろいろそういうまあ装置があって、その辺なんかもそのいわゆる音響装置 PA のいろんなその機会があって、でそれがこう30何個だからこう集まってるのをこの前私がその買って大人のおもちゃってずっと言ってるんですけど、まあ、大人にはいろんなその処理をする機会というのがあります。ただそのコンプレッサーをこうしっかりというか非常にこう緻密にかければ、再現は可能っていうぐらいなものをコンプレッサーなしでただ弾いているだけなのにものすごい整ってる状態の演奏になっていて、それに愕然としたんですよ。すごすぎるというふうにね。なのでやっぱそのレベルの高い人っていうのが、まあ、世の中いるわけですね。で松田聖子さんの歌に戻ると、音がね、声、私声のことよく音って言っちゃうんですけど、その、まあ、人体から出る音が例えばその若い時の歌で今日私が 2,3 個見たんですけど、夜のヒットスタジオであるとか、あとあれはドリフか、8時だよ全員集合で歌ってるやつとかっていう、そのいわゆるライブですよ、生歌状態ですよ。で音程は結構甘いなと思いましたね。ただやっぱりライブだからなんていうかな、そこまでこうシビアでなくてもとか、特にやっぱ音程はね、今の聞く人、特に若い人っていうのは音程に関して非常にシビアになってます、耳が。というのは、作り手の方がピッチコレクターとかそういう音程がこう甘いところを強制的に機械で修正するっていう、そういうエフェクターがあるんですよ。まあそういう機械が。でそれがねものすごい発達したんですよね。ここ、何年ぐらいだろう、7、8年かな。もともとそういうのが出てきた時にはなんていうかな、目新しかったんですけど、やっぱりどうしても出だしっていうのはこう精度がなかなかね追いついていかないっていうか、なかなか使い物になるのかならないのかみたいな、それが今ものすごいこう発達をして、だからこうアイドルの人が生歌でステージで歌っても、そのマイクから PA に通してそういうエフェクターをかけてしまえばかなり修正ができるんですね。で機械的に修正するから、やっぱりなんかその音程が綺麗に整いすぎちゃって、私なんかが聞いた時には不自然だし、あとそういう機械を通すとどうしても声のダイナミクスっていうのが失われるんですよね。なのでそれはもう PA 屋さんの方でも分かってて、いかにナチュラルにしかし補正をかける、それが腕の見せ所っていうのがあるので、いわゆるその SF 映画なんかでもこれは CG ですよとか、これ特撮ですよとかバレないことが一番じゃないですか。ああいう職人さんたちっていうのはいかにもこれ作り物ですじゃなくて、まるで本物のようにって思わせるところが醍醐味なわけでしょ。だからそういう機械でこう音声処理をしていたとしても PA 屋さんとしてはそういう機械で処理してますせみたいのがバレないようにするっていうのがとても大事だし、腕の見せ所、どうしてもねその機械を簡単に通すだけではやっぱ不自然であったりとか、なんといっても声のツヤとかこうダイナミクス、ちょっとごめんなさい、うまく日本語で何て言えばいいのか分かんないんですけど、強いて言うならば抑揚表現といいますか、あるんですね。そういうのがどうしても失われてしまうので、私なんかが聞くと今これかけてるなっていうふうなすぐ分かっちゃうんですが、やっぱりお若い方っていうのはもうそういうものだっていうふうにもう自分が物心ついて音楽を聴き始めたらもうすでにそういうものになっていたとするならば、もう基本的に音程がかなり整っているのが当たり前っていうふうに育っていくと、やっぱり音程に関してはかなりシビアな耳を持っている。ただし音程に関してはそうですけど、本当の人間の声のダイナミクスであるとかっていうその繊細さっていうのは全然こうもう機械で削られちゃってるから、そんなの知らないっていうふうになるんで、それが進化なのか退化なのかわからないですけどね。いずれにしてもそういう機会を通してしまう今の世の中の当たり前から言うと、松田聖子さんの初期の頃っていうのは非常に音程が、部分的にですけどね、全部が揺れ揺れブレブレじゃないですよ。ポイントポイントで、今ちょっと危ないな、ここギリだなとかそんな感じなんですけど、かなり甘かったりはします。でもそれがまず気にならない、下手というふうには聞こえない。なぜなら音圧があるからなんです。しっかりと圧を伴った音っていうのは、音程のその微妙さっていうのはそれほどずれてるようには聞こえないですし、音痴だと言われるような人っていうのは特徴的に発声に圧がないんですよ。しっかりとお腹からボンと出していないから、余計その音程の曖昧さが目立ってしまうっていうのがあるんですけれど、なんか話が長いのですいません、もうちょっとまとめますが、松田聖子さんの若い頃っていうのはそういう荒削りとは違うんですが、音程的にはちょっと甘いところがあるんですけど、発声そのものっていうのはものすごい超上級の、声の出し方をしています。ただし初期の頃はっていう条件付きなんですよね。ある程度の年代に行ってからの松田聖子さんの歌声ってやっぱりすごいですよ。もうそんじょそこらのグレードでは決してないんですけど、やっぱり若い時に持っていた輝きっていうのは年齢とともに失われてしまったというふうに私は思ってるんですね。その辺まで含めるかどうかはわからないですけど、いずれちょっと機会があったら松田聖子さんの、声分析をやってみたいなというふうに思ったのと、冒頭に言いましたけれども、もともとねこのサブチャンの方の動画作るっていうか撮る予定はなかったんですけど、久しぶりに松田聖子さんの若い時の歌声聞いて、やっぱすげえっていうそのね感動をちょっと言葉にしたいなというふうにして、動画を作りました。はい。ではそろそろこの辺で終わらせていただこうと思いますけれども、いつもコメントをいただきましてありがとうございます。その中で前々からこう一部の方はうちの方は雪が降ってきたみたいなその言葉があったりしてもうなんていうふうに思っていたのが、ちらほらといただくコメントの中でもうちの方は雪ですとかっていう言葉を見かけるようになってきましたね。当たり前といえば当たり前ですけども、これからどの冬本番になりますからね。今年の冬はどうなんですかね。暖冬なんでしょうか、厳しいんでしょうか。ちょっとその辺の情報私何も持ってないですけれども、やっぱ冬は寒くてなんぼというのもありますが、やっぱり寒いと風邪もひきやすいですし、季節感が失われていくっていうのは寂しい気もするけれども、年中温暖で過ごしやすい方がいいなというのもありますし、なかなかわがままなこと言ってますけれど、だからやっぱり私の若い時って冬って東京なんですけどね、身を切るような冷たい風とかありましたし、外出たらもう耳がちぎれるんじゃないかっていうぐらい寒いとかっていうのは普通にあったんですけど、なんか年々そういうのはなくなっていて、やっぱりあったかくなってるよなっていう気はするんですけどね。どうなんでしょうね。地球温暖化も嘘とかね、氷は増えているとか、その辺はいろんな話があります。そうなるとまた都市伝説的な話になってきちゃって、またダラダラしちゃうんでね、そろそろこの動画はこの辺で終わらせていただこうかなというふうに思います。本当ね、寒くなってきておりますので、どうぞお風邪などひかれませんように、くれぐれもご自愛くださいね。では、そろそろこの辺で終わらせていただこうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。HOV ゆうじろうでした。おやすみなさい。